こんにちは、小助です。北海道の冬、こんな感じでね、雪が降るわけですが、今年除雪作業の時に活躍しているワークマンウェアがあります。除雪以外にもね、悪天候の時の屋外作業にもとても向いているので、その理由も含めて実際に今年使ってみて感じたいいところだとか、いまいちなところなんかを紹介したいと思います。今年の冬、除雪で活躍しているワークマンウェアというのが、今着ているね、このグリーンのイージスシールドです。イージスシールド2ですね。これがね、悪天候の時の除雪に最適なんですね。詳しい作りなんかは以前ね、動画作っているので、そっちを見ていただくとして、なんで僕がこのイージスシールド2を除雪の時に愛用しているのか、その理由ね、3つあります。1つはね、暖かいということ。2つ目が高い防水性能。これがね、すごくいいですね。そして3つ目。これがイージスシールド2を選ぶ最大の理由にもなっているんですが、濡れにくい作りになっているということです。この3つをね、1つずつ詳しく見ていこうと思います。まず1つ目の暖かさなんですが、他の似たようなイージス製品に比べて、ちょっとね、暖かいような感じがします。中綿の量は触った感じはそんなに変わらないと思うんですが、この背中の部分、ここがね、ボア素材になっているんですね。これのおかげでジャケット部分の防寒性能というのはかなり高くてあったかいです。もちろんね、部分のパーツ、例えば襟だとか袖なんかは、やっぱりね、イージス360はバイクに乗ることを前提に作られていることもあって、すごいね、あったかくなっているんですが、一番重要な体のボディの部分の防寒性能という面で見ると、このボア素材の分、イージスシールド2かなりね、暖かく作られていると思います。そしてね、これパンツもかなりあったかいですね。パンツもすごくあったかくて、中綿が十分入っているからでしょうね。ズボンの上から履くとすごくね、あったかいです。マイナス10度とかマイナス20度ぐらいの外気温の日に外で除雪しても、まあ除雪作業自体ね、体を動かすのでそんなに寒くないんですが、このパンツを履くとよりね、暖かくなります。そして僕が除雪で使う機会が多い理由の2つ目が、高い防水性能と撥水性能を持っているということです。実際ね、こうやって水をかけてみるとよくわかるんですが、水ね、すごい弾きますよね。高い撥水性能も持っているのに、しかもね、これ防水なので、いくらね、水をかけても中に水が入ってくるということはないです。耐水圧は1万ミリありますので、ノーマルイージスなんかと一緒の性能となっていますね。僕らが普段使っている傘の耐水圧というのは250ミリから500ミリぐらいなので、1万ミリも耐水圧があると、こうやってね、水を押し込んでも中に浸透するようなこともないです。ただの撥水性能の生地だと、こうやって押し込むと中までね、水が浸透してしまうんですが、防水性能が高いので、こうやって水を押し込んだとしても裏側に水が染みてくるということはないですね。この防水性能と撥水性能の高さは、こんなね、大雪、結構雪が降っている時でもすごく役立ってくれます。防水性能と撥水性能両方あると、まずね、体に雪が乗らないんですね。で、乗ったとしても染みてこないということで、非常にね、除雪の時、長時間外にいる除雪の時に役立ちます。このイージスシールド2を除雪の時に使う3つ目の理由ですが、非常に蒸れにくいということです。実はこれ、糖質度がかなり高いです。8000g 平方メートルと、イージスシリーズの中でもトップクラスの糖質度の高さで、生地自体通気性がすごく高いんですね。さらに、背中の部分にはこんなね、ベンチレーションもついています。これのおかげで、中の湿気なんかが全部ね、外に出てくれるので、特に汗をかきやすい背中の部分なんかは蒸れにくくなっています。こうやって見てもらうとね、このベンチレーション、中綿がしっかり見えてますよね。かなり通気性が高いというのはわかると思います。まあこれだけね、中綿見えているとはみ出してこないのかとかね、濡れてしまわないのかという心配もありますが、上からはね、水が入ってこないようになっているので大丈夫だと思います。胸のあたりとか前側の蒸れはこうやってね、前のファスナーを開け閉めすることである程度解消できますから、背中の部分の蒸れをベンチレーションでコントロールできるというのはすごくありがたいですね。この3つがね、イージスシールド2を僕が除雪でよく使う理由ですね。暖かさと防水性能、撥水性能、そしてベンチレーション、蒸れにくさ。
この3つを高いレベルで備えた製品というのはね、やはりそんなに多くないように思います。そしてこのイージスシールドはパンツもセットになっています。このパンツもね、結構使いやすいんですよね。例えば高い防水性能を持っているのにポケットがついていたりもします。これね、ポケットがついているとやっぱり使いやすいですね。ノーマルイージスのパンツはポケットがついていないので、このあたりもね、イージスシールドのメリットだと思います。そしてこのパンツ、腰の部分はゴムになっているので履きやすいんですが、サイズが大きい人とか小さい人でも調整するためのアジャスターのようなものがついています。これのおかげでね、自分のぴったりのサイズに調整することもできますね。ジャケット部分もかなり高性能ですが、この下のね、パンツもなかなか高性能だったりします。いいところはね、たくさんあるんですが、それじゃあいまいちな部分はないのかというと、もちろんね、あります。例えば一つ目がね、デザインでしょうかね。僕がね、上下着用してみるとこんな感じになるわけですが、まあこれね、かっこいいとは言えないですよね。あくまで作業服の延長線上であって、カジュアルなジャケットとはちょっとやっぱり違います。これを着てすすきのに飲みに行けるかと言われると、ちょっと僕は難しいですね。このね、腕の部分にしっかりロゴがね、入っていたり、背中にもね、目立つような大きなロゴが入っています。そして背中と腕だけじゃなくてパンツにもしっかり入ってるんですね。この足の部分にもロゴ入ってますよね。シルエットに関しては防寒着なので多少しょうがないんですが、色とかデザイン、そしてね、この大きなロゴはちょっとね、普段着として着るには着にくいかなという印象があります。ノーマルイージスであればベーシックな黒とかもありますし、ロゴもそんなに大きくないので、バイクに乗るときはもちろんですが、ちょっと買い物に行ったり、もしくはね、観光地に行ったり、意外と着る機会も多かったりします。それに比べると若干着る機会が少なくなってしまうというのは残念な点かもしれないです。そして2つ目の少し気になる部分がファスナーですね。これね、ファスナー噛みやすいです。周りの生地を巻き込んでしまって、まあ見ての通りね、巻き込んじゃってますよね。これでね、ファスナーの上げ下げができなくなるんですね。他のイージスシリーズはこんなに噛まないんですが、このイージスシールド2に関してはかなりね、噛みやすいです。ちょっと油断するとすぐね、引っかかってしまって、上げ下げのたびにね、こううんというストレスがかかりますね。普段通りね、このファスナーを上げようとしたり開けようとしたりすると、まあ、かなりの確率で 50% ぐらいの確率で周りの生地を噛んで引っかかってしまいます。まあ、今回もね、また噛みましたね。表側の生地だったり裏側の生地だったり、まあ、どっちかをね、噛んでしまいます。実はこれちょっとしたコツがあって、こんな感じでね、ファスナーを引っ張るようにして上げると上まで綺麗に上がりますし、引っ張るようにして下げると綺麗に開けることができます。まあ、これでね、ほとんど噛まなくなるんですが、このコツをつかむまではかなり噛んでしまって苦戦しましたね。除雪のたびにこう引っかかってしまうので、それがね、なかなか辛いところでした。また引っかかりましたね。普通に上げ下げしようとするとかなりの確率で噛みます。これが2つ目のデメリットかなと、そんな風に思います。もうちょっと改善されてファスナーの上げ下げがしやすくなると嬉しいですね。というわけで、僕が冬の除雪の時にいつも使うイージスシールド2の気に入っている部分と、いまいちかなと思う部分でした。デザインがもう少しだけ洗練されて、ファスナーもね、改良されるとありがたいですね。ちょっとカラーバリエーションを増やしてくれるだけでも嬉しいです。それともう一つね、価格、これ9800円なんですが、この価格だとちょっとね、買いにくい人も多いと思います。近所のワークマンでも売れ残っていて、値引きされてこの前ね、6800円で売ってました。今年あんまり雪降らなかったので、もうちょっと待てばよかったですね。とはいえね、性能はいいですし、僕もね、かなり着ていて活躍しているので、来年もまた除雪中心に活躍してくれるんじゃないかと思います。外はかなり寒いんですが、除雪作業ってね、肉体労働なのですごく暑くなるんですね。なので前を開けて腕をまくってね、作業するんですが、それぐらい暑いとやっぱり中も蒸れます。もちろんね、これを着ていれば全く蒸れないというわけではないんですが、確実にね、他の製品よりも蒸れにくくはなっているので、それがとてもありがたいところです。
これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。